まあこれは細かめのピッチでつけておりますね。知れば知るほどこう癖の強いミシン、決して壊れてるわけじゃないんですね。壊れてるわけじゃないんだけど癖が強いんですね。完璧にやればやろうとするほどドツボにはまるというか。紐のない靴、つま先とかすごい塗料で汚れちゃってる、もう捨てる予定だった靴ですね。捨てるのもなんかもったいないと思ったんで、今日は靴修理ミシン、靴を修理するミシンですね。このミシンを使って発泡ミシンにしかできない動きで縫えるのかと、やってみましょう。はい、右足だけですね、先にちょっと練習しておきました。最初に青をこう縫って、まあ、こっちもですね、こっちも縫って、まあ、実際にこう縫ってみるとイメージしたのとはちょっと違って、糸調子が安定しなかったり、こういう感じのこういう部分ですね。なのでそういうところを微調整しながら練習も兼ねてちょっと縫ってみたんですけど、そしたら今度は、まあ、青い糸が終わってしまったので、今度は赤い糸、これで今度は左足ですね。左足は何もしてない状態、こっちを縫っていこうと思います。はい、じゃあですね、ここはさっき縫ったんでこっから行きましょう。この辺をちょっと縫ってみましょうかね。多分糸締まりの方も合ってるとは思うんですが、こんな感じでピッチ回して、ちょっと狭めですね。うん、いいですね。こんな感じでいきましょうか。で、方向を変えるときは足を上げるんじゃなくて、クランクを回して足を上げる、そういうやり方の方が楽ですね。なかなかピッチも同じような穴を通ってるんじゃないでしょうかね。あと肝心なのはちょっと前に押し気味にやってあげると安定して進みますね。逆に引き気味で進ましてしまうと糸調子が強くなる傾向がこのミシン、まあ他のミシンにもありますね。スムーズにいってますね。なかなかまだまっすぐ、このちょっと糸が、これはちょっとあれか、切れてきちゃったな、おかしいな。これはさっき青い糸、8番糸ぐらいの太さでやってた時の、なんつうんだ、糸調子もほとんど目いっぱい締めてるんで強すぎたのかな。強すぎると今度は下釜に、強く引っかかってしまって糸がほつれちゃう場合があるんですね。極端に強いと下釜で上糸をすくう時に、まあ要は思いっきり引っ張りながら何かに擦りつけてるっていう状態になるんで、それでこういう糸、これはスパン糸ですね。さっきのナイロン、こういう糸よりほつれやすいんで、その面もあったんですね。なのでちょっと糸調子を弱くしてみましょう。で、途中から行ってみましょうね。こういうことがよくあるんで、なかなか一回じゃ難しいですね。ぶっつけ本番でやるっつったらかなり難しいと思いますね。じゃあ行きましょう。これこのまま行っちゃっていいんか。これをこのまま足上げて、こうか、真横にするんか。このままだと、こっちには行かないんだな、もう。ちょっと外にずれてるんで、だったら、もう左に行っちゃった方がいいですね。左に行って、見づらいの。そしたら今度は、どっちだ？こうか。こんな感じで、まだ方向は変えずに行きましょう。こんな感じですね。まだ行きますね。いいですね。これが発泡ミシンなんですよ。いやー、こんな向きで縫えないですからね。だんだんとこのカーブ、ああ、もうここでかかと部分、ここの部分ですね、
この部分がもう回せなくなってきましたね。はい、そしたらここで足を変えると、これなんですよ、これなんですよ、もう発泡ミシンの最大の特徴ですね。これがいいんですよ。はい、足を上げて、そしたらもうちょっとこっちにずらして、こう、あ、ちょっと外行き過ぎたか、もうちょい行こうか。ピッチもまあ細かめで悪くはないけど、ちょっとなんか進まないぞ、進まないぞ。しかしよくこんなの縫えるなってよく思いますね。これを一発で仕上げてると思うとすごいですね。やっぱり機械でやってるんだか人の手でやってるんだか何なんでしょうかね。人の手で縫ってるとしたらすごいですね。これを一発で仕上げるっていうんですから、すごいな。やっぱり靴はある程度高いなと思う理由がこうやってるとなんとなく分かりますね。でもまあまあ調子いいんじゃないでしょうかね、これ、気持ちよく縫えてますよ。糸飛びもまあしないで、結構厚さが靴の箇所で変わってくるんで、その部分が問題なんですね。結構厚さが変わってくると何かとピッチだったり糸締まりだったりが変わってきちゃうんで、まあ、そこをなんとかうまく今のところ、あと糸飛びですね、糸飛びとかする場合が結構多いんですが、まあ意外に、ああちょっと、ああ角度弱かったか、甘かったな、ちょっと外に行っちゃったな、見えないんだこれが、肩押さえにしたいな、肩押さえが見やすいんだけど、でも今度逆側になったら見えなくなるし、難しいな。ちょっと これはちょっとここで浮かしといて、このぐらいかな、この角度まっすぐできればこの位置でやりたいな、この位置でやった方がいいな。やっぱまっすぐ、基本まっすぐにできるとこはまっすぐにしちゃった方がやりやすいですね。まあ要するにまっすぐ得意ってことですね。やっぱいいですね、このスピード。いい、これでこのテンポでいければなかなかいいんだけど、ここカーブになってくるとちょっと慎重になってきちゃいますね。若干押し気味、こういう分厚い、生地で進みづらい生地っていうのは若干押し気味。よっしゃ、でここなんか一番厚いから気をつけて、ゆっくりこの足がこの進むのを確認して、やっぱりこのこういう時にやっぱり足のギザギザがないと進んでいかないんで、あまり足のギザギザを落とすのはちょっとおすすめしないですね。落としたくなるんですけどね、この足のギザギザがつくのが嫌だということで、落としたくなる気持ちはわかるんですが、こういう時にやっぱり引っかかってくれるんで、ちょっと見づらいな、最後でいいや、最後にちょっと一回見せますね。まあいいんじゃないかな、悪くはない、悪くはない。よし、そしたら今度はじゃあこのメインのこのニケマークの周りをこうやってみましょうか。かかとから、あ、これちょっとかかとからいけないんで、ちょっとこっから勘弁してください。こっからちょっと行きましょう。とりあえず周りだけ行きましょう。一瞬回せないんだよな、このテーブルが当たっちゃって。だからもうちょっとミシン自体こっちにずらさないとダメだったんだけど、まあとりあえずこれでなんとか行きましょう。ピッチいいな、
奇跡的なピッチですね。ナイキピッチっていうんですかね、これが。全く同じピッチですね。ナイキピッチ。おぉ、順調順調。いいですね。いやー、日頃のこのメンテナンスの成果が出てますね。これを縫うために買ったんですから。こういう靴を直したり、そうですね、当初は。服なんか直してみたいなと、直したらいいんじゃないかななんて思いながら、でも発泡ミシン高いしなと、国産のなんてめちゃくちゃ高いですからね。今売ってるんかな、あんまり作ってるメーカーも少なくなったって聞くんですけどね。あとここでかかとが当たっちゃうんで、ここで足を変えますね。極力まっすぐの状態で縫うことを意識した方がいいですね。で、この角、一番大事な角、心配だったら足を上げる、そしてこの針の先端を見ながらいい位置にこう先に刺してあげる。足を下げて刺すと足で見えなくなってしまうんで、先にこう針を刺しておく、そしたら足を下げる。順番ですね、順番がちょっと変わってくるんですね。で、方向を変えるときはもう刺した状態で足を変える。こっから、だってこっから、あ、いけなくはないんか。いけなくはない。まっすぐの状態にして、あ、まだいけるな。うん。コツはやっぱり基本まっすぐな状態で縫えるところはまっすぐな状態で縫うと。うん。発泡ミシンだからいろいろ足の向きが変わるからといって、いろんな向きでこう、縫わない方がやりやすいかと思いますね、僕は。そうですね、まあいろんな向きにして縫いたくなる気持ちはすごいわかりますね。もういろんな向きにしてやってましたから。でもですよ、あのこのミシンに限ってなんだか、まあ他の発泡ミシンちょっと縫ったことないんであんまよくわかんないんですけど、まあおそらく想像ではあの国産のすごい高い有名なミシン、よくある超有名なミシン、これだったらこういう外向きだったり、こういう向きですね、いろんな向きにしてももう同じピッチだと思うんですよね。同じピッチ、そして同じ糸締まりになってくれると思うんですよね、そういう有名どころの、まあバチッとしたもうちゃんとしたミシン、発泡ミシンですっていうメーカーありますね。そういうミシンって絶対にどの向きでどんな糸調子で縫っても同じ、多分同じ結果になると思うんですよね。まあ何が言いたいかっていうと、このミシンはあの角度によって多少ばらつきがあるっていうんですよね。ばらつくんですよ、糸調子だったりピッチだったり、まあいろいろちょっとばらついてくるんですね。特にあの苦手な角度が多いというか、なんでここの角度だけ糸調子がこんな狂うんだとか結構あるんですよね。なんか縫い目がギザギザになってしまったりとか、うん、最初はそれがすごいあの気になってしょうがなくて、どうしても治んなくて、やっぱりゆくゆく突き詰めて考えてみたら、パーツとかを取ってですね、全部パーツ取って考えてみたら、多分これ一つ一つのパーツのあの加工具合、要はバラバラなんですよね、一つ一つのパーツが整ってないんですね。なので多分バラつきが出てしまう原因なんかなと思いましたね。パーツの精度が悪い、個性の塊ですよ本当に。この形って多分何かをコピーして作られた形なんですよね。似たような見たことありますもんね。あれ、これ中華発泡ミシンじゃないのっていうような、同じような形で少しなんか一回りでかいような、ドイツだか、ドイツ製だかなんか、どっかのミシンで、こんなような形をした発泡ミシン、ありますからね。だから多分それの、
形をコピーした、ミシンなんだと思いますね。こういう場合、そうそう、こう向こう向いてる時はやっぱり手前に引っ張る、進行方向に引っ張ってあげる。そうするとピッチャー安定しますね。その代わり糸締まりがシビアになってきますね。弱めになるというんですかね、弱めにはなってきますね。だから本当はこう行きたいんだけど、こう行こうか、こう行こう、思いっきり曲げて、こうまっすぐ行けるところはもうこれはどうしようもないんで、どうしようかな、こう外向くか、こう外向こう、足で隠れてるかな、大丈夫か。これ外向きはピッチが広くなるんですね。1ミリぐらい広くなるな。いや1ミリないか。なので方向ですごいピッチが変わって、まあそういう場合は本当に嫌だったら、気にするようであれば、その都度外向きはピッチが広くなるっていうことをやっぱり癖として覚えておいて、その時だけちょっとピッチを調整してあげる、そういう感じでやるしかないですね。もうそれが仕様なんですね。多分他の同じこのミシン持ってる人でも多分同じような、感じなんじゃないかなと思いますけどね。もしどの方向でも同じピッチ、同じ糸締まりで、もしこのミシン、同じミシンを持ってる人が縫える人がいたら、そのミシンは当たりですね。大当たり。激レアですね、本当に。それぐらい癖の強いミシンですね、これは。でもなんか使い、慣れてくるとすごい使いやすくなってくるんですね、不思議と。愛着が出てくるんですよね。不思議と愛着が出るんですよね。なんだかこの、癒しなんですよね。はいはいと、これで返し縫い、一応一周適当に縫ってみましたね。最初に縫った右足よりは断然うまくいったかな。最後に見せますね、この辺は。お、いいじゃないですか。黒に赤、鉄板ですね。これはもうめちゃくちゃかっこいいな、黒に赤は。さすがにこの間に突っ込んでは縫えないか。どうしよう、つま先とかこのソール部分とか行っちゃおうかな。行っちゃおうか。このソール部分がまたくせもんなんですよね。これまっすぐだけ行こうか。ちょっと足が下にこう回らないからテーブル当たっちゃうんで、この部分だけですね。この部分だけ物足んないかもしんないですけど、これピッチを最大にして行ってみましょう。ピッチ最大にして、結構広いですからね、このソール部分の糸ピッチは。本当はもっと太い、これ何番ぐらいだろう、0番いや1番だな、多分1番の糸使ってるんだろうな。しかもこのベロが邪魔になるんで、ここはちょっと角度を変えてこの状態でいきましょう。このソール部分がなかなかくせもんなんですよね。このソール自体がゴムになってる、ゴム製なんで糸が引き上がりづらいんですよね。なのでちょっと、なんて言うんだろう、強め、糸調子強め、それか針太めみたいな。針太めが一番安定していけるんじゃないですかね。針太めで針穴を大きくした中に太い糸が通るように摩擦抵抗をなくす、そんな感じですると、ちょっと強い、強く終わっちゃったな。なんだろう、あ、そうそう、もう一個あった癖が、こういうなんかひょろってなる
これ結構多いんですよ。これが結構多くて、クランクを一定の強さで回してると一定の糸締まりになるけど、すごい強く、もう糸が締まる瞬間だけ強くパコって回すと、糸締まりが強くなるっていうこともあるんですね。まあ、これ練習したやつで、こんな中敷き、こういう感じなんですよ。まあ、これで縫いましょう。最初はこう縫って、まあ、ここまでいきますね。これ強くなるかな。まあ、一定のスピードで、まあ、だいたい12時付近で糸が締まるって感じなんですが、8時ぐらいから一気にこう力を入れてグッてやると糸が締まりすぎるんですよね。このまあ釣り竿で言うと思いっきりこうビュッて引き上げた感じ、ビュッて、もうそういう感じになって糸が引き上がりすぎちゃうっていうこともありますね。うん、でもこれはそうでもないな。なかなかその状態をちょっと作り出すのが難しいですね。もっと薄い生地だったらいけるんだろうけど、まあ、これ結構スポンジみたいなのがついてるから、しかも厚いし真ん中でとどまりやすい、感じですかね。さあ、そしたらどうしようか。ソールも縫った、どこが一番面白いかな。つま先か。ああ、そっか、これ台が邪魔で縫えないな。この辺からいけるか。この辺から、なんとか、ここら辺からいけるか。台が邪魔しちゃって。やっぱり純正でついてきた三脚、あれを使えば多分かかと邪魔しないで縫えるんじゃないですかね。こっから行きましょう、じゃあ。こっから、こういう風に行きましょう。これピッチが今広くなってるからちょっと、よし、いや一番締めすぎた、このぐらいか。もうこの状態だとまっすぐいけない、ニッチもサッチもいかないから、今度はそういう時は足を変えてあげる。さあ行きましょう。あ、広いな、まだ広いから締める。一周、意外に一周でもだいぶ変わるんで、一周ずつぐらい。見づらいな。ちょっと強くしようか。まあいいですね。もうちょいか。よし。ここなってきたら、不安だったら足を上げてこう、どこまで可動するか、可動域があるかを見て縫っていきましょう。この辺からちょっとカーブ入ってきますね。足上げてこう行きたいんだけど当たるから足を曲げてあげる。だんだんとまたカーブに入ってきて、今度は逆カーブになるから今度はベロが当たってしまうので、足を上げた状態で変えてあげる。で、また角度を今度は内側に行くように、微妙に変えてきますね。ベロが当たるんで微妙に、もうほぼ真横、内側に向かっていきますね。で、今度はちょっと向こうだな、向こう。あれか、もうちょい弱めよう。よし、これで、まだ向こう行くか。わお、これはちょっと、ここの方向がちょっと苦手なんだよな。もろにピッチが狭くなる。よし、頑張れ頑張れ。よし、この辺で向こうに何
何名か行って、よしこれで。うわすごい、今針が、おう、ほうほうほう、こんな感じでグイッと。この辺なんか結構靴履いてると破けるポイントでもあるんで、この辺直せるっていいですね。まあそういうことでちょっと見てみましょう。縫い終わった靴ですね。これが最初に縫った練習、そしてこれが2回目に縫ったやつ。うん、最初に縫ったところが、まあ、こっからこう縫って、ほん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 、この辺ちょっと難しかったな。ベロがやっぱり ある段差の部分、その部分が、うん、進みづらいですね。うん、その部分のちょっと、その部分が進みづらくなる。そしてこのロゴの部分、こっから行きましたね。ぐーっと、ほんほんほん、まあ思ったよりはいろんな角度で縫ってみたけど、糸締まりもそんなに悪くはないかな。うん、裏はまあ裏見でわかるんだけど、まあこれ裏はふかふかしてるから多分そこまで、うん、下糸が飛び出るってことはないと思うんで。で今度は逆ですね。逆も同じように縫いましたね。この辺も縫ってみましたね。ピッチ合ってますね。で最後にここ、やっぱここすごい狭くなるな。なんか下ないな、何もないな、何もないのにやっぱりこんだけ狭くなるって相当ですね。これ一番、まあ、内側に縫った時なんで、これ内側は弱いですね。内側がちょっと強い、癖が強いですね。あ、結構これつま先とか破けること多いから、うん、修理ミシン、本当に修理ミシンですね。面白いですね。まあいい勉強になりました。まだまだ、まあ暇の時この靴でちょっと練習したいと思いますね。それじゃあ今回はこの辺で。